リュウタの偏見すぎるあつ森住民まとめ。ボブ、空き家に勝手に住み着く。バンタム、指定日の次の日にマンションのゴミ置き場にゴミを出す。レイラ、お釣りを多くもらったけどそのまま財布にしまい、ラッキーとつぶやく。フォアグラ、遊泳禁止の海に飛び込んだ底辺 YouTuber。 桜島、ネットにアイドルの切り抜き動画を違法アップロードしている。ボルシチ、コンビニでトイレを勝手に借りる。で、何も買わない。あと座るタイプの便器なのに立ってするタイプ。シベリア、花火禁止のビーチで夜中に友達に向かってロケット花火を発射。金蔵、友達にもらった自転車が実は盗品だった。エテ吉、教室に落ちてたキーホルダーとか勝手に自分のものにしちゃうタイプの学生。フリル、有名になった元彼の個人情報をこれこれの生放送で暴露する。ラムール、不良の同級生に頼まれ万引きの見張り役に就任。ポーク、走行中のバスの運転手になんか面白い話ないと話しかける。ルーシー、会場前にいるダフ屋からコンサートのチケットを買う。キング、学校にバタフライナイフを持ってきて振り回してみんなに自慢する。ビリー、自分に好意を持っていない相手にいきなり壁ドンする。カジロ、飛んでった野球ボールを拾いに工事現場に勝手に入る。イノッチ、友達の家のシャンプーとリンスの中身を勝手に入れ替える。エイプリル、警察に宇宙人が侵略しに来たと通報する。アラン、ペットショップにいるペットたちを勝手に逃がす。タックン、線路の上を歩いてスタンドバイミーごっこをする。ガビ、車で走行中広末の大好きを聞きながらとってもが出てくる数だけクラクションを鳴らす。ニッシー、公園で立ちションしその小便を利用して地面にバンクシーの絵を描こうとする。シャンペン、急に道路に飛び出して僕は死にましえんと叫ぶ。トタケケ、ただの露出狂。100色メガネ東京、中央無尽に好き